頂上来たこれ来たこれ、うわー雨めっちゃ降ってる。匠竜はどこにいんのかな、真ん中のあれ。はいどうも皆さんこんにちは、ビクトです。というわけで今回も匠クラフトの続きやっていきましょう。ってことで今回はですね、前回手に入れた大匠の証を使って新しいね装備を作っていこうかなと思います。まずねこの大匠の証をこう4方向に置いて真ん中にねダイヤモンド装備を置くとですね、こんな感じで匠式装甲かっこ頭クラフターよ匠であれ、どういうこと？まあこんな感じでね、匠装備をね作ることができるんですよ。今回はこれを使ってこれをね装備して匠タワーに挑みたいと思います。ってことで能力は何がつくのかな。か前回のこの普通のやつは爆発無効が全部ついてるんですけど、今回のは耐久力と爆発無効とトゲの鎧、3つ能力がついてるね。すごいね、こんな能力つくんだ。そして頭が高い頭が高い地下頭が巧みになった、すげえ。あ待って、能力違うんじゃないか、1個ずつ。なんかこれあれだね、腰になったら耐久力と爆発無効と火炎耐性がつきましたね。あれだ、あそしてこっちにもなんかポーションの能力みたいのもつきますね。あ1個ずつそういうのもついてるんだ。で全部揃ったら最強じゃね、なんか暗視採掘速度、衝撃吸収、再生能力、透明化で、足が落下耐性がついて、腰の方が火炎耐性、胴が飛び道具耐性、頭がトゲの鎧で、あとは耐久力と爆発無効。えすごいね。そして見た目が匠になった匠になりましたすげえ、もうこれもう匠だからもはや匠タワー入っても違和感ないんじゃね。なんかさもう匠ですよみたいな感じでいや僕匠だからちょっと爆発しないでくださいみたいな感じで、もう何食わぬ顔でさ、ちょっとさロック解除したくね。そして暗視がついてるおかげで匠ワールドめっちゃ明るい。こんな明るかったっけ。まあ、とりあえずね今ここにいるんで、まあ早速ね頂上に向かいたいと思います。ってことでレッツゴー。よしってなわけでですね、頂上来たんで、こっからね、残り2つのロック解除しに行きたいと思います。で、行ってないところがね、こっち側の2つかな。こっち側の2つ、びっくりした2つなんで、まあそこもね、サクッと行っちゃいましょう。匠装備あるからさ、だいぶ余裕で来れたから多分普通に行けちゃうと思うんだよね。ちょっと怖いんだけど、マジで。怖え。ここと、ここだね。うん。じゃあ早速行きましょう。さてさて、この階段をね、下ってね、もうちゃちゃっとね、攻略していこうかなと思います。でですね、このロックを解除した後、今日の予定はですね、びっくりした。何が起きた、びっくりした。ちょっと待って、喋れない。びっくりすぎて喋れない。今日の予定はですね、ロックを2つ解除した後に、頂上の様子をちょっと見に行こうかなぐらいな感じの気分で行こうかなと思います。匠竜は多分ね、倒せるかな、どうなんだろう。この装備、結構最強装備を揃えて、痛い。匠竜多分この装備揃えて、匠ハンマー持ってて倒せんのかな。匠式土砲持ってきてないからさ、弓忘れた、やべえよ。忘れたからやべえ、ちょっと待って、怖い。だいぶ怖いよ、今。だいぶ怖い。爆発あんま効かないとは分かってても、知ってても怖いよ。なんか怖いんだよな、ほんとに。うわ、TNT 匠いる。TNT 匠のさ、なんか爆風は効かなくてもさ、TNT 自体は効くんじゃないの。爆発無効とは書いてあるけど、なんでこんないっぱいいるの、マジで。ちょっともうやだ、うわ。爆発が爆発を呼んでる、どんどん。もうえげつないことになってるから。あれだね、多分頂上、一回頂上行っちゃえば、ロック解除しちゃえば、多分、外からでも、行けるはずなんだよね、確か。だから、頂上まで行ったら、あれですね、木を集めて、はしごだっけ、あれ。橋で、匠タワーの頂上まで、道を作ります。すっごい地道な作業をね、していきます。だからね、それもね、必要だね。頂上いちいちさ、この、匠タワー登るのめんどくさいから、敵いっぱいいてなんか気が休まらないし、全然死なねえな。休まらないから、こう、はしご作って上に行きの、何あれ？どうなってんのこの量は。はしご作って上に行きのからの、あとなんだろう。あとあれか。まあ、皇帝匠の出し方がわかんないんだけど、びっくりした。水の間って2回も続くことあるんだね。皇帝匠の出し方がまだわかんないんですけど、今日作ったさ、
今日作ったこの匠装備あるじゃないですか。これのね、強化版がね、どうやら存在してるみたいなので、それもね、まあ、作れたら作りたいなって感じでやっていきましょう。これ何これ絶対降りれねえじゃん。絶対降りれないじゃん、これ。こう行かないと、痛い、びくしゃ、もう。こう行かないといけないですよね。だからそれもね、作っていきたいなと思います。で、もう武器に関しては多分これでもう最高なんで、進化の剣と匠ハンマーと匠式土砲ぐらいがもうマックスかな、多分強い武器は。だからもうこれ以上は多分ないので、あとは防具作るだけかな。で、あとは匠竜を倒しに行くっていう感じかな。で、再生能力とかもまあついてるし、まあ、そんなに金リンゴもいっぱいあるんで、まあ、できればガップルみたいなのも、ガップルってあれどういう効果だっけ？あれとこれ効果一緒？わかんねえ、やべえ。やべえ、能力忘れた。うわ、びっくりした。びっくりした、危ねえ。あれさ、普通のクリーパーじゃなくてさ、天の弱匠とかだったらさ、爆発してるから嫌なんだよね。で、そんなこんなでなんか適当に雑談してたら、もう、一番下までついてしまったんで、ロックをね、早速解除していきますよ。いやー、早いっすね。もう解除しちゃいますよ。いいね、いいね。で、これで残り1個ってこと、痛い痛い。定期的に雷くんやめて。はい、OK。これで解除されましたね。じゃあまた頂上に戻って下に行きましょう。もうさすがに次はカットでいっか。よし、だいぶ。もう頂上に着きましたけど、びっくりした。びっくりした。びっくりした。もうちょっとで頂上って言おうとしてんがめっちゃ爆発したんだけど、何事マジで、本当に。危ねえ、びっくりした。ビビった、本当に。オッケー。よっしゃ、もう一個の方のロックも解除しに行っちゃいましょうってことで、こっちですね。ここで解除して、ちょっと、なんかね、一個だけ疑問点というかなんか、ちょっとね、不安なところがあるんですけど、あのですね、ちょっと死んでね。最初のさ、入り口のところのロックさ、あれ宝箱だったじゃん。なんか石じゃなくて。だから、もしかしたらロックが解除されない可能性があるんですよね。もうそしたら、その時はもうクリエイティブを使って、頂上へ行く、なんかバリアみたいなのが貼ってあるのを、ちょっとね、壊させていただきます。そこは本当に、ご了承いただきたい。匠とはもう一個探すのさ、大変なんだよね。大変というかわかんないんだよね。クソ、座標がなんかクソ遠かったりとかしたら、めんどくさいから、やばい。匠がなんか増えすぎて、どんどん重くなってる。やばい。重くなってる。そして進化の証、なんか、気づいたら4個ぐらい手に入ってる。進化の剣作れるんじゃね？やった。一応持ってっか。チャンク匠か。まあ、いっそのことさ、匠タワーに穴開けてほしいわ。移動すんのめんどくさいから。よいしょ。さてさて、上行きした。びっくりした。だからね、またね、こう、再びクリエイティブを使う可能性があるということがあるので、ご了承ください。あー、危ねえ。壊れなかった。よかった。落下耐性がついててよかった。本当に。これさ、めっちゃ落下。これさ、いちいち階段、あーい！はい、壊れない。オッケー。もう壊れないから、落下してた方が早いってことに気づいたね。最初からそうやればよかったっていう考えだよね。全然壊れてないよね。ちょっとさっきから画面チラチラ変わりまくって申し訳ないんだけど。再生能力もついてるしさ、早っ。これめっちゃ早いじゃん、マジで。ちょ、テスト匠の中身見るか。わーっと、あんま豪華じゃなかった。チェスト匠の中身、爆発が遅い。チェスト匠のさ、なんか中身めっちゃ豪華な時があるらしいから、それ引き当てたかったな。めっちゃ噛んだ今。なんかこいつ能力ついてる。鋼匠。謎の能力ついてたな。うわ、怖い。はい、水中、どっちだ？出口どっち？やばい。呼吸ができなくなるよ。あ、どっちだ？あっちか。イカスミありすぎじゃね？つうか、イカスミありすぎじゃね？イカスミありすぎだろ。こんないらねえだろ、普通。あれなんか体力が2つ増えなくなった。なんで？え？あ、ついた。よかった。なんかさ、ラグすぎてさ、もう知らない間に壊れてるのかと思った。ってことで、そんなこと言ってたら、もうね、来ちゃいましたね。早い。なんかさ、なんだっけ、ロックが全部解除されたらなんか分かりやすくなんかあればいいのにね。ちょっとブロックがなくなったわ。はい、ということで、解除します。OK。これで全部解除し終わったはずなので、これで解除されてなかったら、もうね、もう知りません。うわ、ラグい。ということで、早速頂上に戻っていこうかなと思います。あれ？行けない？あれ？行けなくない？
え、なんで？ロック解除、待って、ちょっと待って。ちゃんとウィキペディア見てきます。あ、皆さんわかりました。なんか、匠タワー中央棟の場合は、ボーナスチェスト、で、他の4つの場合は鍵ってことで、多分、中央棟から来たってことで、まだもう1個解除してない場所があるっていうことだ、これ多分。そういうことだと思います。だからまだ、解除してない場所があるんですね、どっかに。どっから来たっけ？中央棟、あ、ここ中央か、じゃあ。中央から来たってことは、こっちかな？あ、ここだわ、ここ、絶対ここ行ってない。ってことで、もう一回、下に行くのか。うわ、もう全カットの勢いだわ、こんな。こんなんもう全カットの勢いじゃね？もう、上から下まで行く動画、すべてカットしたいレベルなんだけど。カットしよう。OK！ これで、全部解除し終わりましたよ。よーしよーし、あとはもう登って、やっとこさ、頂上ですよ。これでもう全部4つだよね。動画内で4つやったよね、多分。多分もう僕が分かってなくても4つやったよって多分もう動画見てくれてる人なら多分分かると思うから4つやったはず。やったよね俺やったよね。やってなかったらどうしよう。よし、今度こそなんかブロックとかないかな。登るブロックがないんだよな。あー、爆弾でいっか。爆弾で登っていこう。よし、これでね、もうようやく開いたでしょ。これは完全に、あそこなんか関係あんのかな。なんかあのさ、ちょっと見えるかな、これなんか関係あんのかな。うわー、待って、なんかいる。猫たくみが透明化してる。なんか、謎の透明猫たくみがいた。これで、もう上に行けちゃうんじゃないですか。もうないでしょ、さすがに。お、待って、ない。ないないない。やった、いける。おー、待って、登りたいけど敵が、頂上来た、これ。来た、これ。うわー、雨めっちゃ降ってる。たくみ竜はどこにいんのかな。真ん中のあれ押したらたくみ竜とかになるのかな。これかな、封印を解くのは。こいつかな。あー、いる。うわー、うわ、何、ね、何、何、何、ちょっと。あー、いる。うわー、うわ、何、ね、何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 、ちょっと。待って、なんじゃそりゃ、なんじゃそりゃ、待って、うわっ。お疲れ様でした。また、一から、いろいろと集め直します。じゃあね、バイ。最後までご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、じゃねばーい。